これは確かに不気味ですね。なるほど。過去の使用人たちがいろいろと騒ぎたくなる気持ちもわかるものです。肖像画の魔女をバカにするとたたりがあるか。大怪我をして辞めた使用人もいるらしいし、怪我は勘弁だな。俺もこの年だ。二度とこんな厚遇の職場には恵まれねえだろうよ。ああ、肖像画の魔女様、真面目に働きますんで、一つ穏便に頼みます。何ですか？これは。この世に怪奇現象なんて存在しませんとも。ええ、そんな魔女も魔法もそんなもの存在するわけがない。すべての現象は科学的に説明できるんです。お化けも魔女もいてたまるもんですか。何が魔女だ、何が魔法だ、たたりだ。ソラ、正体を見せてみろ。ソラ、そりゃ当然です。中に何もいるわけがない。
やんちゃなお嬢さんたちだこと。あの子のお友達かしら。何こいつ、ババアのくせに。何かの間違いよ。もう一度。こいつ、どうして私たちを防げるの？どいて！もう一度よ！何度やっても無駄だ。この誤信、できる。私はあの子を待っているのです。どうか呼んできてはくれませんか？そのようなデッチ暴行、私たちがすると思う？その必要はない。ベアトリーチ様、私が権限するほどでございます。必ずやお目覚めと思いました。ローノウェイ、久しぶりですね。本当に久しぶりです。こいつ、ローノウェイ様を呼びつけに。そしてあなたもお久しぶりですね、ベアトリーチ。こいつベアトリーチェ様までも呼びつけに。よい、そのお方をどなたと心得るか。ベアトリーチェとはそもそもそのお方の名。
わらわはそれを受け継いだに過ぎぬ。そのお方こそはわらわの師匠、先代ベアトリーチェ教だ。先代ベアトリーチェ教。お会いできる日が訪れるとは夢にも思いませんでした。ええ、私もですよ。夜もまた眠りを妨げられるとは夢にも思いませんでした。全く厄介なところでお目覚めになられ、いつもの通りお休みであられたならば、第一の晩を何も手こずることなく終えられるのは、いや、むしろ歓迎すべきです。少々退屈しておりましたところ、相変わらず悪趣味な遊びで罪もない人々をもてあそんでいるようですね。無限の魔女の力は決して人に迷惑をかけることに使ってはならないと何度も教えたはずですよ。そう言うなよ、お師匠様。退屈は私たちの天敵じゃありませんか。それから逃れるためちょっとしたスパイスに過ぎませんよ。侵食が進めば進むほど、わらわの力は強くなる。わらわの眷属は呼び出しやすくなる。しかし、それは同時に、お師匠様の封印を解くことにもつながったとはね。それを予見していたからこそ、私はこうして、あなたのすぐ近くで眠りについたのですよ。願わくば、二度と起こされぬことを夢見ながら、こうしてあなたと再会してしまったのは、私にとってはとても悲しいことです。相変わらず、お師匠様は食えないな。炉の上、家具の子たちを下げなさい。家具は主に仕えるだけです。すべての罪は主が背負います。かしこまりました、マダム・ベアトリーチェ。その名はもうその子に譲りました。さあ下がりなさい、家具の娘たち。私は一度聞かぬとしても二度言います。しかし三度目は口にしませんよ。下がりなさい、煉獄の七姉妹。巻き添いになれば塵と化しますよ。下がれみんな。師匠様、久しぶりの再会にはどんなお茶のご用意が良いかな。そうですね、ほうき星の訪れよりも久しい再会です。もてなしてもらいましょうか。粗相があるようならば、我が名と無限の魔女の称号返してもらいますよ。無限の魔女にも免許更新制度があったとはな。仰せのままに、お師匠様、あなたの弟子がどれほど立派になったか、そしてとっくの昔にどれほどあなたを凌駕したか、とくとご覧に入れましょう。
さあ、いらっしゃい、ベアトリーチェ。あなたにその名を譲ったことが、私の生涯でただ一度の後悔です。その過ちを、今、自らの手で修正しましょう。そりゃあ違うぜ、お師匠様。わらわのただ一度の過ちは、この程度の力を学ぶのに、あんたに弟子入りしちまったことだぜ。なあ。何が無限の魔女だ。こんなの気づくだけの力じゃねえかよ。それをもったいぶって偉そうによ。お前の出番はとっくに終わってんだよ、お師匠様よ。あの子の魔女の師匠です。かつての名はベアトリーチ。あの子が私を継ぐときにその名を送ったため、今は名を持ちません。あんたがすでに言い切っちまってるが、俺はあんたの弟子のせいで大いに迷惑しているぜ。頼むから責任取って何とかしてくれ。じゃなくて